はい、皆さんこんにちは。大人の数取り教室、堀口です。今回はですね、桁の計算間違いですね、こちらを1秒でなくす計算術についてお話をしたいと思います。まずこの問題解いてみてください。 15×20、 皆さんいくつですか？じゃあ答え3択です。30、300、3000、どれでしょうか？300ですね。もちろんね、答えられるとは思うんですけれども、なんか間違えそうになりません？ 30 かな？あれ？ 300 っぽいな？あれ？ 3000 っぽいな？なんか桁の計算がよくわかんなくなってくるんですよ。っていうふうに、0がちょっとでもあるとですね、我々ちょっと混乱してしまうんですね。で、この計算を絶対に間違えないですね。とっておきの計算方法があるので、今日ちょっとお伝えしますね。で、どうやってやるかっていうと、15×20 だとちょっと難しく感じるじゃないですか。でも、こうしてみてください。150×2 だったら、これ300って出ません？ 150 円が2つです。だったら300円になりますよね。はい。っていうふうに、なんとですね、0を1個動かすだけで、めちゃくちゃ計算間違えなくなるんですよ。そう。で、これどういうことかっていうと、15×20 だと、15円か20束あるというふうに考えてしまうんですね。で、そうすると20束があまりにもイメージできなさすぎて、いきなり計算難しくなってしまう。でも、150円が2束だったらイメージできるじゃないですか。我々って、その2桁以上のなんか束をですね、イメージするのってなかなか難しいんですよ。でも、1桁束だったらいけますよね。っていう風にですね、かけるんであれば、1桁束に直すんです。そうすると、めちゃくちゃ簡単に計算できますね。つまり、15×20 あったら、20のこの0、1個をですね、15の方に移動させます。そうすると、150×2 になって、一瞬で計算できますね。そう、300です。よろしいでしょうか。ポイントをまとめると、掛け算の片方が一桁になるように式を変形するんです。で、これだけ分かれば、なんと 90×50 はいくつですか？なんか一瞬で答え出すのはなかなか難しいですよね。でも0く移動させてください。そうすると、900×5 で 4,500 ですね。これなら簡単だ。900円か5束。よして、よって4,500なわけです。0の数え間違いも発生するわけがないですね。だって 900×5 だったら、いきなり5万円とかになりますか？ならないですよね。900円が5束、900円を5人が払ってくれるのであれば、だいたい4500円になるということが一瞬でわかるわけです。同じように、ちょっと計算してみましょう。600×50 はいくつですか？これも0の個数を数えると、うわ、ちょっと大変そうだなって感じしますよね。でも、600×50 の50の0、1個をですね、600の方に上げてください。そしたら 6000×5 ですね。よっていくつですか？そう、6000円が5人が出せば3万円ですね。これなら間違いません。絶対できますね。そして、こんな計算最後にやっていきましょう。ちょっと応用問題。800×400 いくつでしょうか？これも0の個数、ちょっと難しそうですけど、400のですね、0、2個を800の方に移動させると、8万×4 ですね。8万円が4人。ってことで、32万ですね。8、32で32万であることがわかります。こんな風にですね、ちょっとした工夫、こうやってゼロの個数を移動させるだけで、絶対計算間違いなくなるじゃないですか。なので、これぜひですね、応用してみてください。そして、一番最後に、ちょっと難しい問題出したいと思います。何かというと、8000×1000 ですね。これならどうでしょうって考えてみると、あ、0 3つ移動させないとですね、なかなか難しいってなるじゃないですか。でも0 3つ移動させるといくつだろうわかんなくなりますよね。で、そんな時はですね、今度は逆に8000の方の0 1個をですね、1000に上げてみてください。そうするとこれがですね、800×1万ですね。800×1万になりますね。800×1万っていうのはどういうことか。そう、1万円札が800あると。1万円札が800万あったらいくらですか？ 800 万ですね。はい。こんな風にですね、ちょっと工夫するだけで、桁の計算間違い一気になくなります。ぜひこの計算方法をですね、覚えてみてください。はい。まとめます。まとめると、我々がイメージしやすいようにですね、0の個数を勝手にですね、掛け算の場合移動させちゃって OK です。で、そうすると簡単に計算ができるよっていうのと同時に、桁の計算間違い一気になくなります。なるべく一桁の掛け算になるように、うまく変形してあげてください。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また計算の動画ですね、いろいろ上げていきたいと思いますので、ぜひ他の動画もご覧になってください。もし面白かったら高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。わから。